このプロジェクトのスタートのきっかけは動物好きだったので原点に戻ってみようと思ってフィルム詰めて北海道に行ったんですね。北海道の野生動物撮ろう、好きなものを撮ろう、まあ、コロナでちょうど時間もあったので一気にここでちょっと現像やっちゃおうと思ってフィルム現像を自分でやった時に、まあ、なんか久しぶりの現像ってこともあったしちょっと疲れていっぱいあったんで現像を失敗しまして、すごい大きな現像村ができていたんです。適正な現像をしたら確実に綺麗な完璧な鹿の世界が映ってたはずだったものが、自分のリールに巻く力だったり薬品の扱い方の失敗によって侵食しちゃってるような印象に受け取って、これはもしかすると私がこの失敗したってだけじゃなく今のなんかこう社会っていうか人と自然の関係性自体をここで表現できるんじゃないかなって思ったことがきっかけでこのプロジェクトをスタートさせました。それって私たちが生活の中で行っている行為、その排水一つにしても無意識のうちにやっていて、自然を壊そうとして誰も排水を流しているわけでもないですし、普段日頃考えていないっていうか考える必要もない環境で今私たちはありがたいことに生活しているので、それが起こしている結果っていう、なんかその本当に意図してないっていうか、やっぱり自分たちにとっても良かれと思って使っている生活用品だったりとかするわけだし、それは本当に私がやってしまった無意識の行動と一緒ですよね。まあ、ネガティブな最初側面で捉えてました。動物界に人間が入っていくっていうのがなんかコロナと似てるなみたいな感じで捉えた時もあったりもしたんですけど、結局やっぱり動物の世界も人間の世界も動物だけの世界でもないし人間だけの世界でもないし、常にやっぱそこって同等であるって私は思っている。侵食していく侵食されているっていうよりは本当に共生共存していけるのがベストだし、それができるのが人間だと思うので、何か自分たちが行っている行為へのその無関心とか無意識ではなくて、そこに少し意識を向けるだけで何か自然と人間っていうところの関係性がより良くなっていってくれるんじゃないかなっていう、こう希望となんか提案をこの作品の中には込めてるつもりです。